天国駐車の昼はかつて東京都新宿区歌舞伎町一丁目の新宿ゴールデン街にあったバー、ハバンナムーンと自販機雑誌、ヘブンが共催した日比谷野外音楽堂のコンサート。今日では国内有数の前衛的なインディーズロックバンドが一堂に集結した歴史的なイベントタイトルとして知られている。全身イベントにヘブンオールナイトイベント天国駐車の夜がある。 天国駐車の昼は高杉団が創刊した自販機雑誌ヘブンの創刊記念イベントとして1980年6月6日に新宿アク部会館で開催された天国駐車の夜がコンサートとしてシリーズ化したもの。夜昼合わせて計5回開催された。特に成功を収めたのが1983年8月21日の4回目で。 舞踏可能の1万は4週間前から歩行者天国で宣伝のために金粉賞の路上パフォーマンスを行い道路交通法違反で検挙されるという事件もあった。1984年1月、東映ビデオから8月21日と9月17日のライブがビデオソフト化された。天国駐車の昼が行われた日比谷屋外音楽堂。ありがとうございます。